こんにちはネットビジネスアナリスト横田修林です今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います先日ですね私が書いているブログの方で紹介したツールがあるんですけどそれが人工知能 AI が写真から人物を切り抜き無料で透過画像にするサイト remove.bg というですねサービスを紹介したんですがこれはあのまあ、無料でね誰でも使えて写真を 写真をですねそこにこう入れるとですね 切り抜きをしててくれるってものなんですがこれはフォトショップを作って今までですね切り抜きをされていた方はよく分かると思うんだけど非常に時間かかってですねあの大変な作業があるんだけどこれを人工知能が一瞬でやってしまうということでですね、えー、非常にバズりましてその a c e b o o k ページの方で投稿したところずっとまだシェアされたりとか見てもらえる状態が続いてるんですけど本当にありがたいことですね、えー、本当にありりががととううございますここのようなです、ね、ことがやっぱり 皆さんの中でで衝撃となってです、ねあのー、まあバズってるんじゃないかなというふうに思うんですけど是非皆さんもですね使ってみてほしいんですがちょっと分かりにくいんですけどリムーブですね。REMOVE ドット B. G. ですね。という風にあの検索してもらうと多分出てくると思うんですが、非常に話題になりました。これはあの別に僕がねなんかあの作ったわけでも何でもなくて、そのある、えー、記事に書いてあったのを見てですね、自分もやってみたっていうだけなんですが、まあ,あの僕が書いてたそのいわゆるデザイナーさん がもしかしたら食がなくなるかもしれないっていう苦難の時代が訪れるかもしれないっていうふうに書いたことに結構みんなですね反応したんじゃないかなっていうふうに思っていてやっぱりこう仕事が奪われるとか食、えー、がなくなるっていうようなことってやっぱり今皆さんすごいキャッチーというかあの非常にこうナーバスになっている部分なんじゃないかなっていうふうに思いますので。 この辺がですすね、まあ、一つキーワーワドかなと思っています、まあ、これはですね、あのー、ちょっとねまだまだその、えー、とうまく抜けなかったりとかあとは画質の問題とかがあるんだけど、まあ、この辺はね無料で使えるツールなので、まあ、有料版を出して、まあ、あのマネタイズしていくんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひ皆さんもね使ってみていただければと思いますこのようなまあ画像認識とか顔認識って部分がと特に今優れてるので、まあ、別にこう人工知能がやったっていうとみんなすごいすごいって言うんだけど まあ画像認識でできるようになったっていうとですねなんかそんなにこうつまり画像認識っていうやつがいきなりやってくることはないわけだからあのロボットでも何でもないわけなんで脳でも何でもないわけなんで、まあ、そう考えるとねあのそうでもないんですけどねあのなんか AIAI AI って言ってですねなんか皆さんすごくこうね恐怖に感じちゃいますけどね。 はい。ということで、今日はリムーブ .bg 紹介しました。ぜひ使ってみてください。ネットスアナリスト、横田修倫でした。ありがとうございました。では、また明日。